皆様こんにちは、クルーズの豊かクラブでございます。本日は当社クルーズツアーに同行した添乗員の声を紹介いたします。セレブリティコンステレーション、スエズ運河を越えて地中海、チンクエテーテと南仏コートダジュール。今クルーズは世界三大運河の一つスエズ運河を通行し、大迫力の世界遺産ペトラ遺跡、イタリアの世界遺産チンクエテンレ、南仏のコートダジュールを巡る旅です。アラブ首長国連邦のアブダビ港から出港し、アラビア半島から地中海まで2クルーズを連続乗船した28日間の旅でした。ツアー前半はハイライトであるスエズ運河をスエズ市からスタートし、グレートビター湖、スエズ運河橋を通行、地中海の玄関口ポートサイドまでを約12時間かけてゆっくりとクルーズしました。この日だけは特別に船会社の計らいによりヘリポートを開放していただき、壮大な景観を堪能できました。早朝からスタッフが用意してくれていた温かいコーヒーを飲みながらスエズ運河クルーズを楽しみました。スエズ運河は地中海とインド洋を結びます。この運河によってエジプトは交通の点で世界の最重要国の一つとなりました。ヨーロッパからアジアへの航路の近道として1869年に開通し、それまで使われていた南アフリカ周りの航路に比べ大幅に距離が短縮されました。フランスとイギリスにとってスエズ運河は東方の植民地の通路であり、とても重要な意味を持っていました。現在は1日50隻の先着の船だけが通行しています。2010年に拡張され、現在は全長 193.3km、 深さ 24m、 幅 205m の運河となっています。この工事に日本の企業である御用建設が苦難を乗り越え完成させたことをご存知でない方も多いと思います。ぜひ通行しながら日本とエジプトの友好橋も見ていただきたいと思います。プレミアム客船であるセレブリティコンステレーションは大人向けの落ち着いた雰囲気のイベントが多いので、静かにゆったりと過ごすことができます。またイヤホンをして踊るサイレントディスコや室内アーチェリー、進化型ゴルフパッティングは中でも人気でした。シアターでのショーもマジック、催眠術、ミュージカル、腹話術などがあり、とても充実しています。船内の食事は比較的薄めの味付けで食べやすく感じました。ダイニングルームで提供される定番メニューオニオンスープ、ステーキ、エスカルゴは人気があり、毎日オーダーした方もいるほどです。後半のクルーズでは地中海の旅、イタリア、フランス、スペインの青い空とコバルトブルーの海を見ながらクルーズしました。寄港地に合わせてその国の名物料理が提供されるため、お食事も飽きることなくお楽しみいただけます。シーフードパエリア、イベリコペジョータ、生ハムが出てきた時にはスペインを感じ、フランスではマルセイユの名物料理ブイヤベース、イタリアではたくさんの種類のパスタやティラミスケーキなどバラエティに富んだメニューの数々でした。元号が令和に変わった5月1日の夜は、今回の日本人乗船客88名様でダイニングルームでお祝いをして、とても特別な思い出の残るクルーズとなりました。その他添乗員の声を公式ホームページに掲載いたしております。ぜひご覧ください。また弊社店舗内にて日本丸やパシフィックビーナスの公式オリジナルグッズや旅グッズを販売いたしております。お気軽にお問い合わせください。